ちゃこんにちは、はい、豊さん、はい、ついにバウアー投手一軍初登板ねえ、はい、最強助っ人と言われてるねバウアーが、まあ、横浜スタジアムでもう、待ちに待った投げたというね、一軍初登板浜下についに登場、うん、ねえお客さんはもう今季最高の入りだったね観客数を、はいね、記録を更新しましたね、まあ、バウアー効果っていうのも ね、まあ、ゴールデンウィークっていうのも重なったとは思うけども、ねえもうすごい声援ともう皆さんがバウアーのグッズを持ってる ね応援してるのがもうすごかったですね、はい、で結果ははい結果は8勝利ということでおめでとうございます。もうよかったです、ね、もうあまあ見ていて安定感があるというか、うん、まあ雰囲気もものすごくあるし、うん、まあやっぱりこう勝てるピッチャーの一人やなっていう、まあ、サイ・ヤング賞を取ってるピッチャーやなっていうような、まあ、そんなイメージもしたけどもね独特の雰囲気がありましたね、うん、ただ最初、うん、やっぱ少し神経質になってたのと、うん、まあナーバスになってたかな表情とかもねそうそう、うんうん、まあそれとそのマウンドの土の状態もうちょっとカチカチなんだよねアメリカはなるほど、うん、でまあ日本の一軍のマウンドということで、うん、まあ初めて踏んだと思うんだけども、うん、少しなんかこう柔らかい少し合わないのかなっていうような、まあ、感情を受けたけども、うんうん、まあ徐々に、慣れていってで、うん安定した投球ができたというまあ初回とかねどんどん広島が降ってくるから、うん、まあ相当広島も研究してるんだろうなっていうようなね、うん、まあとにかくまっすぐ系はどんどん降ってくるし、うん、あこれはまあ最初から勝負に来てんなっていうようなところから先に1点をね失うんだよねねそのね失い方というのはあまあホームランでね、はい、元同僚のデビッドソン、はいに打たれるわけだけども、うん、やっぱりねどういうボールを投げてくるかとか球質だとか知ってると優位だよね、うんまあ、デビッドソンは知ってたということなんで、非常に安心感、まあ、打席の中での、まあ、元同僚ということもあり、うんうんまあ、安心感もあったのかなというようなねそれはでもすごく大きいですかね、大きいな、うん、でデビッドソンから坂倉、うん、宮沢ね、はい、3連打されるんだけどもさ、うんまあ、そこからピシッと抑えるというねねで2回以降は、うんまあ、非常に落ち着いた内容でね、うん、投球ができたととりあえず投球内容をはい見てみましょうねはい見てみましょうはい今日は7回を投げまして、はい、98球、はい、1失点は先ほど言いましたはい、デビッドソン選手のホームランね7安打されるでも9奪三振、はい、で1四球と、はい、やっぱりねこのフォアボールなんだよねどん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 向かっていく、うん、ストライクゾーンで勝負をしに行く、うんだから駆け引きとかいうよりも、うんうんうん、ストライクゾーンの中の駆け引き、うん、出し入れとかじゃなくて、うん、駆け引きこの中のね、うん、いうことでまあフォアボールも絶対少ないわなというような感じで今日は最速が155キロ、うん、もうちょっと投げていけばもうちょっと気温が上がればこれがもうちょっと上がるかなでも上がらなくても十分なんだけどね、うん、でデビッドソン元チームメイトにホームランを打たれた1失点ということで、はい、全体的にはどういった感じですかまずね、うん、立ち上がりやっぱり自分自身が手探りだったのと、うん、ファンがあれだけ入っていてっていうのは、うんもうやっぱ関係ないね彼はなるほどやっぱもう慣れてるから向こうでもね、うんうん、だからというよりも自分のパフォーマンスをどうやって最高に出していく、いけばいいのかっていうことをやっぱ考えてたと思うんだけども、うん、まあ伊藤とそのバッテリーを組んだ伊藤光とね、はい、相当首を振られたんだよねいや最初それがすごく気になったそうだね、うんうん、だから呼吸が合わないのかなっていうような、うんうん、まあそんな感じがしたんだけども、うん、まあ2軍の時はそんなことがなくてまあ松尾がかぶっててね、うん、でおそらくミーティングで松尾とのミーティングの中でまっすぐとスライダーだけでいいよみたいなそんな感じだったと思うんだけど今日は全球種を使って抑えにかかってるから結構合わないことがあったんだよねまあその中でやっぱこっちの左のカットスプリットチェンジアップみたいなはいねチェンジアップありましたよねそんな感じそう落ちながらチェンジアップの効果があるというボールとナックルカーブまあ大体こういうあとまっすぐとねでまっすぐはね、あえてこの高めに投げてくるね。ダルビッシュのインタビューに言ってた、ね、やっぱ高め、うん、低い打点から高めに投げれるピッチャーの一人だね。だから空振り率が上がるということ。うんうん、あその話ね、ダルビッシュ投手の話。
うん、ありましたね。だから初回はね、まっすぐスライダーを中心に投げたんだよね、1、2回は。で、2回になると今度はカーブ、ナックルカーブを左の外に投げて、これで見逃しの三振を取ったりとかしてたんだよ。だからこう頭使ってんなと思ってさ、ほんでもう後半、降りる 2,3 回の時には、やっぱスプリットチェンジアップみたいな、そうでした、落ちながらこうチェンジアップの効果を得られるというね、そういうボールをこう投げてたんだよ。だからまだまだね、ちょっと引き出しがあるね。回が進むにつれて、まあ、もちろんその内容も変わってきて、で、伊藤捕手とのこう首を振るやり取りもなくなったっていうのは、まあまあそうだね、だからまあバウアーも伊藤がどういう、その意図でこのサインを出してるかとか、そういうのが分かりだしたんじゃない。なるほど。それがやっぱ救三振につながってるし、やっぱあ、そうなんだって。で、まあヒーローインタビューの時に、松山選手を三振で取った時、まあ、あれが最大のピンチだったと思うんだけども、本当にね、7回ありましたね。で、松山の状態を考えるとね、あ、ここ危ないなっていうようなシーンもあったんだけども、最終的に三振で打ち取ったというのは、やっぱあの時にやっぱこうスプリット、スプリットチェンジアップみたいな、そういうボールで最後三振取ったんだけど、まあその時はもう伊藤に任してたよね。松山選手が代打で上がった時に一度ね、こうコーチも行ったよね。コーチも来て、何か話をしているなっていうのはありましたよね。まあ、そうだね。まあだけど、まあそこら辺で、まあもう伊藤に任せろっていうことも、ここは松山のこと知らないだろうって、まあおそらくもう全く知らないと思うんだけども、まあ、ね、言ってましたね、インタビューでも。そうそう、インタビューでも言ってたね。それで任せることができて、まあ三振が取ることができたというね。で、まあ、堂林にライト線のツーベース打たれるんだけども、まあその時も、やっぱ後のバッターをどうするか。打たれた後にどうするか、だからそういうことが一つ大事なことで、やっぱ打たれた時から少し冷静になって周りを乱すというかね、それまではもう一心不乱にこうなんていうの、もうとにかくバッターに向かっていって投げて、打たれた時にふと自分に返って周りを見て冷静になる、だからデビッドソンにさ、ホームラン打たれた時に笑ってんだよね。そうなんです、それもすごく印象的で、そうだね、なんかああやられたなんじゃないけれども、そうそう、やっぱあそこやられるかみたいな感じがしたんだよね。余裕さえも感じるようなちょっと苦笑いをね、だからまあその後にまあちょっとチェンジアップとか、まあいろんなボールを投げ、まあ連打はされたものの抑えることができたというね、やっぱね、勝てる資質を持ってる、まずどこに持ってるかっていうのは、やっぱ無駄なことをしないという、でやっぱ三振が取れるという、気がつけば9奪三振、そうだよね。だから9個も取ってたっけっていうような印象あるんだけども、あれはもういつの間にかやっぱ取ってんだよね、だからこの2つがやっぱこう最強だよ、やっぱコントロールがいいということと、いつの間にか三振を取ってる、で7回を98球、今日はねちょっとね彼の中では多かったと思うんだよ、もっと少なくできると思うんだよね、向きになってなんか高めに抜けるボールもあったから、少し疲れたのかなっていうようなことも感じたけども、瞬間があったんだけども、それはそうじゃなくて高めに投げてたんだよね。なるほど。それが抜けたからちょっと球数が多くなったけども、8回は100球ぐらいでいけるよということは、完投完全にできるピッチャーだということだよね。なるほど。なんかこうね、今回はね、打席に立つとかね、ちょっと本当に普段今までには経験のないことはたくさんあった中での投球だったと思うんですけど、で彼はやっぱりね、何事も楽しむね、まあ、例えばそのマウンドに行く姿、ね、チェンジになった、井の一番でマウンドに行くんだから、野手よりも走って、最初も試合始まる前も出てくるの待とうというのはもう出てましたし、でね、賢いのは、まあ、バントも決めたっていうのもそうなんだけど、ノーアウト満塁で打席に立ったんだよね。ありましたね。その時に、俺コーチは何も言ってないと思うんだよ、で彼はどうするかって見てたの、一球もバットを振らないの、三振したの、OK なの、打ちに行って逆に当ててゲッツーくらったらチャンスが潰れるっていうのを彼はよく知ってるし、その中で何をやったかって言ったら、もう絶対振らなくてもいいよっていうようなコーチの指示が出てたとしたら、何もしない人がいるんだけど、勝ってスクイズの構えをしたりだとか、バントの構えをしたりをしてね、なんとか振らない状況の中でもフォアボールを取れるんじゃないかっていうことをやっぱ彼は考えてんだよ。
ね、最大限のね、最大限ことを振らなくても何ができるんだろうっていうのを瞬時に考えられるという、うん、だからそこら辺がやっぱりね、まあさすがだなっていうふうには思ったけどね。もう本当だってメジャーではね、打席に立った経験がないということは何年ぶりかにそういうね、打者っていう立場そうだねにもなったんでしょうけど、その心理っていうか、うん、だからまあその思考がね、思考が、うん、やっぱこうなんていうのかな、野球を楽しんでこう幼少の頃からやっぱやってきたんだろうなっていうのがよくわかる、うん、だからいろんなことをこう瞬時に考えられるというかね、うんうん、だから素晴らしいピッチャーが入ってきたし、まあ投球内容もさることながら、うん、最強助っ人、うん、まあみんなが考えるよ、うん、あのピッチングしたら横浜落ちないよって、うん、横浜やっぱあるんじゃないかって優勝がみたいな、うん、だからそれを感じさせてくれる、うん、やっぱバウアー投手のやっぱ内容だったよね、うん、決して絶好調ではなかったと思うんだよ、はい、だけど勝ってしまう。で広島って勢いよくね、昨日も勝ったしね、勢いよくこの横浜スタジオに乗り込んできてる、うん、バウアーが投げる相当研究したと思うんだよ。だけど返り討ちにした、それを上回った大したもんですよ。もうこうね、皆さん待ちに待っていた一軍初登板、はい、その名の通り最強助っ人を証明するような、そうだね、投球になりましたね、うん、もっと素晴らしい投球が次も見れると思うよ、うん、やっぱ調子がどんどん上がってくると思うから、うん、また素晴らしいピッチングをね、うん、みたいにね、もうなんかイーロンインタビューも、はい、なんとなく初めて声を聞くというかね、うん、そういうのでどうなんだろうって、何もかもがワクワクするような ね、 そうだね、雰囲気で横浜しか勝たんと言ってますね。横浜しか勝たんとかねやっぱそこら辺もね、やっぱ日本に親しもうとか、うん、あの日本語でねありがとうとかね、もう最初に言ったりとか、まあ馴染もうとしてる部分もあるし、すごくあの好感が持てましたね。ね、はい、もう明日もし勝ったらヒーローインタビュー何を言えばいいのっていうところまでも通訳の人とかに聞いてそうですよね。じいちゃん、うん、もしじゃないから。いやいやね、まあね、勝つからヒーローインタビューなんて言ったらいいんだって、ね、日本語で教えろって、これ何を言うと今はいいんだっていうのね、そうそうそう、日本語を。そうだね、ねえ、はい、まあでもね、うん、まあとりあえず初勝利おめでとうございます。次からはもっと研究してくるから、はい、次からね、なんか足を使ってきそうな気がするんだよね、うん、だからまあいろんな対策を日本は講じてくるから、はい、ね、あのね、どういうピッチングになるか、うん、まあ、次も楽しみにしてます。はい、はい、ということで初勝利おめでとうございました。はい。